ロータニの大椿。2017年9月4日撮影。ロータニの大椿は、富山県氷見し谷ニに生育する、ヤブ椿の巨木である。ヤブ椿では、日本最大の巨木と言われ、1965年に、ロータニの大椿の名称で、富山県の天然記念物に指定された。もともとは、その得意な形状から、サシマ股の椿と呼ばれていて、 無実の罪に問われて落命した武士の残した妻と子にまつわる伝承が残されている。複雑な形状。2017年9月4日撮影。刺し股の由来となった枝分かれの形状。2017年9月4日撮影。秘密周辺の地形は、市の中心部から谷が放射状に広がっていて、一つの谷から別の谷に移動する場合でも、 車で一度氷見市内に降りてから、もう一度別の谷を遡っていかねばならないことさえ、ある。ロー谷の大椿が生育する老屋地区は、ほトール丘陵に位置し、氷見市内を流れる上小川の上流に分け入って、さらに、岩瀬という集落から、支流の谷を遡った場所にある集落で、市の中心部から約18キロメートルも離れていて、石川県との県境にほど近い。 タ谷川の水源がある、呂谷地区は、平家落ちるぞの里と伝えられ、道路事情が改善されるまでは、近隣との交流さえ極めて不便なところであった。呂谷地区の最も奥まったところに小高い丘があり、中腹に墓地が作られている。墓地の一角には、一見すると小さな森にさえ見える大きなヤブツバキの木が生育していて、毎年5月10日頃に満開となって、 ン紅の花を一面に咲かせる。太い幹は地上1メートル付近で3本に枝分かれし、幹の上部では多くの枝が幹に絡んだり、枝同士で癒着し合ったりして複雑にねじれもつれ合っている。地上からの高さ2.5メートル付近では、もつれ合った枝の上に人が一人楽に座ることができるほどの平面さえ形作られている。推定の事例は500年。 あるいは700年から800年とも言われ、樹高は7.5メートル、幹回り3.89メートル、枝張りは東西に7.9メートル、南北に11メートルを測り、ヤブツバキとしては日本最大のものとされた。この木は1965年1月1日にヤブツバキの大樹として富山県の天然記念物に指定された。ロータニの大ツバキという名称はその時に命名された。 もので、地元では、その得意な形状から、マタの椿と呼んでいた。マタの椿のマタとは、取り物で使われる武具のマタが転じたもので、その由来については次のような伝承が残されている。戦国時代、姫の池田城に、家門全米という武士がいた。全米は、主君の信頼が厚い人物であったが、ある時無実の罪に問われた。全米は、 必死に潔白を申し立てたがその訴えは退けられ、差し股で押さえつけられて、囚われのみとなり、ついに打ち首となった。後には、妻と幼い男児が残された。妻は男児に、女児の着物を着せて、人目を欺き、老谷にある実家を頼った。ところが、実家は、罪人の妻や子を家に入れるわけにはいかぬと追い返した。行き場を失った二人は、主君や、 世間の仕打ちを恨みつつ数年後に、相次いで死に、墓地の一角に葬られた。墓標の代わりに、椿の苗木を植えたところ、異常なまでに成長し、毎年春には、地のように赤い花を咲かせるようになった。枝や幹も奇怪な様相を帯び始め、全米を捉えた、あの、差し股の姿を思わせるものであった。村人たちは、あの二人の怨念のせいだと噂しあった。やがて、 越後から攻め入った、上杉謙信の軍によって、池田城が落城し、主君も打ち取られた。すると椿の異常な成長は収まり、穏やかな様相を見せるようになったという。老谷の大椿は、墓地の中にあるため、夏以外は静かで人影もないが、3月下旬から5月上旬にかけての開花時には、近隣の小学生たちも、先生の引率で見学にやってくるなど、 花の名所となっている。1990年に開催された国際下と緑の博覧会に合わせて企画された新日本名簿百選では富山県から今山田の大葛と共に選定されている。ABCDEFGH 新日本名簿百選80から81ページ。ABCDEF 渡辺223ページ。 abcdefghijk 期の79から83ページ ab 期の4から5ページ ab と山県指定文化財平成27年教育国時代午後現在2016年12月10日閲覧 abcde 色谷の大椿秘密ウェブサイト2016年12月10日閲覧 abcd 別冊対応 68ページ。ABC 巻の203から207ページ。日見は、ヤブツバキの宝庫なんとの愛好会が見学と山のニュース3月30日2時更新。北国と山新聞ホームページ2013年2月15日閲覧。ABC37 郎国と長坂のうつバキと山花の名所と山県農林水産部森林政策課。 2013年2月15日閲覧。新日本名簿百選。6から7ページ。新日本名簿百選居住と花のページ。寺西科学工業株式会社ウェブサイト。2016年12月10日。閲覧。ありがとうございます。